やッほーい、山城です。この度、山城の YouTube チャンネル、ロードトゥーフォレストがチャンネル登録者数1万人を突破しました。1万人ですよ、1万人。割と一つの大きな山かなと思ってて、そこを越すことができました。 1>, その1万人ぐらいになってくるともうその誰かが追加しても1万分の1だから割と人として見てないって言えばいいんですかね数字になってるって言えばいいんですか改めて考えてみると1万人の方がチャンネル登録ボタンを押してくれたわけですよ本当にもの好きな方たくさんいるんだなと思いながら昨日も一日仕事してて本当にありがとうございましたでこれそのうち話そうと思ったんだけど実は レッツエンジョイロードトゥーフォレスト191万登録者って書いてあるんですけど実はこんな帽子をゴールデンウィーク明けあたりに作ってて山城はちょくちょくこれをかぶってましたまあ次の目標は2万人だったり3万人だったり10万人だったりするんですけどある程度の壁越えてなんかすっきりしたのでもう登録者数に惑わされることなくねえマロ。 今まで以上にマイペースにやっていこうかなと思っているのでどうぞよろしくお願いしますでこういう巻きスペースも作ったりねほんと山城好きにさせてもらってますまあとりあえず1万人超えたから YouTuber って名乗ってももう恥ずかしくないぐらいまで来ましたねやっぱ1000人5000人ぐらいだとああまだ5000人ぐらいなんだって感じですけど1万人こそえ1万もいるのみたいな 目がが変変わわるるといいうか反応が変わるので嬉しく思いますじゃあ頑張って今日マロンもたくさん出るよ山城の目指すところとしてはマイ・セルフ・リライアンスっていうカナダのシャオン・ジェームスっていうのかなっていう方がいてその人の動画を見てこういう山動画始めようと思ったんですよなので最終的には彼を超えることなので頑張っていきます 以上、山城でした。もいもい。